この2つ買うの迷う人おるかもしれんよ。工程だけにとらわれてしまって、本来お客様に提供するものは何なんかっていうのを忘れたいからなって、もう手が込んどる量で言うたら、今回はいらっしゃいませ、川西カバンの川西です。このチャンネルでは長く愛されるものづくりをテーマに、日本一を目指す川西カバンがお届けしております。はい、チャンネル登録、チャンネル登録よろしくお願いします。あと動画の最後には質問コーナーにお答えする時間もありますので、よければ最後まで見てもらえると嬉しいです。絶対最後まで見てくださいというわけで、今回の川西カバンの休日は、はい、前回、はい、ユニクロのバックパック、バックパックね、すごく魅力的なバッグを紹介させていただいたんですけども、はい、ふと思いました、はい、あのバッグとユニクロのバッグとちょっと前に動画にした無印のバッグが、うん、なんか似てないかなと思いまして、うん、どっちの方がどうなのか、神の声を、神の声を、はい、神の声を、神の声をお聞かせいただけたらなというふうに思っております、はい、では参ります、はい、神よ聞いてくれ、聞いてくれ、俺はどこに行けばいいんだ右手か左手か、さああなたはどっち、えいえい、じゃあ右手で、お、はい、でまずはハイパイゼンからね、はい、ユニクロね、ユニクロのカバンの名前がバックパックですよ。バックパックか。金額は4,990円。はい。でこちら、うん、無印のホニャララ。5,990円。ホニャララララ、ちゃんとこうテロップ入れてくれたらはずやん、はい、そもそもこれは似てると言っていいんでしょうか。あんま似てないなやそれただどこがなんとなく似とるかで言うと、はい、このかぶせの部分あるやん。かぶせ、かぶせ、これかぶせって言うんだけど、あ、はいはいはい、かぶせの部分がここにね巻き込むような感じですけど、こことここ、カブセ別にここで終わってもええんやけど、はい、ちゃんとカーブでここまで巻き込むようにつけとるやん。この作り方とここもなんか巻き込むようにつけとるやん。 これは逆、こっち側に巻き込んどるやん。につけとるつけ方がなんとなく似とるよなって思って。なるほど。ただあれですね、横のあれはないな。無印は横のポケット、そう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 、僕横ポケット好きなんですよ。ユニクロはないんですね。ない。ただユニクロはそこにポケットがある、スペース容量も割とあります、うん、ポケットがあるけども無印にはナッティング。そう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 。でユニクロさんは絞るタイプですよね。あ、絞るタイプ、ここ絞るタイプね。ユニクロ絞るタイプで、こっちファスナーや。無印はファスナーで、どっちもちゃんとパソコンポケットはある。ユニクロの方はパソコンポケットはパカパカって感じ、はい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 、に対して無印はこうロック止めるタイプね。そうそうそう。で内側はメッシュになったね。うん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 。物としては似てないんかもしれんけど、この2つ買うの迷う人おるかもしれんよ。これは迷うと思うね。え、うん、ここのポケットってな、こうやって使うんかな。こうやって持っとるときにこうやって、こうやって持っとるときにここあったら使いやすいなと。確かに確かに。いや、その顔なんだ。今回ユニクロやな。へえ。荷物ガサッと入れる人は絶対的に無印がいいです。ボン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 入れれるし、ここのところもメッシュがついとって、多分背負い心地もそんな悪くないと思う、うん、ただ手が込んどる量で言うたら、うん、今回はユニクロです。へえ。でさらに値段の時にこっち4,900円です。4,990円、はい、こっち5,990円。そうやな。で割安感で言ってもこっちの方が確実に割安。ああ、なるほどね、うん、でもなんかさ、撮影しょる前のところではユニクロなんかなと思ってたんですけど、うん、僕正直多分ね無印の方がええ気がする。使うんだったと。そう、物としては多分ユニクロがええんですよ。そう。でも実際使うんだったら無印なんちゃうかなと思ってきた、結局言ったら。そう、ここやろ。そこと、うん、その上とかもそうやし、ここや、うん、こっちが若干ガチャガチャ感はある。あ、いろんなもんいっぱいついてますみたいな。なるほどね。どっちが勝つとかはないけど、うん、工程で大変、どれがだけ大変かって言ったらこっちの方が絶対大変、はいはいはい、絶対大変やと思う。けど使うこと考えたらやっぱり分からん、うん、分からん、分からん。そう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 。もしかしたら考えられてる時間で言ったら、うん、どっちが長いかも分からんからね。そうですね。そうそう、工程だけにとらわれてしまって、本来お客様に提供するものは何なんかっていうのを忘れていかないなと思う。いやー、これちょっとコメント欄でいただきたいな。そう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 、どっち派、あ、そうそうそう、こっち派、こっち派みたいな。ちょっと欲しい、それ気になる、どっちが多いんやろと思って。そう、どっちが多いんやろ。ちなみにお値段確認すると、ユニクロが4,990円で、無印は5,990円、1000円の違いがあるんで、確かに割安感でたらこっちなのかな。そう、こっちの方がもう完全に割安やと思う、うん、で、あと使ってみた感想ね。おるんかな。
いや分からんけど、使っ割とどっちも新しい方の商品やと思う。こっちはあるんかな、前から使ってみた感想がやっぱ欲しいなと思う。俺はやっぱりこう技術的目線でええんちゃうとかっていうことを言ってるので、そういった意見もいただければと思います。そして最後に、はい、やってまいりました、みんな大好き質問コーナー、質問コーナー、質問コーナー、ででん、ででん、自社商品以外でここのカバンが好き、使ってみたいというブランドはございますか。あれは使いたいというか欲しいカバンがある。ほう、はいはい、それですよ。あれあれ、リモアのほうトローリーバッグっていうかな、スーツケース、スーツケース、へえ、あれはずっと欲しい。アルミのやつな、ちょっと重いけど、はいはい、昔からあるやつでしょ。そう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 、買ってみてください。10万ぐらいするよ。10万なんてな、うん、買おう。なんで欲しいん。多分あの撮影とかでもいい感じになるし、自分でも使いたいし。なんで使いたいと思う。かっこいいやん。ああ、あれかっこいいと思う。あれかっこいいと思う。でなんかちょっとステッカーとかちっちゃって貼ったりとかして、リモア欲しい、あれは欲しい、皆さん。じゃあスパチャなんてもらわなくても、再生回数が回ればね、ちょっとお小遣い入ってくるんで、まあまあ、チャンネル登録してくれたらね、うん、もうそれでいい。あ、いいんですか、うん、分かりました。それチャンネル登録して高評価して、うん、コメントくれたらそれでいい。贅沢やな。というわけで、はい、社長はリモアのスーツケースが欲しいそうです。うん、皆さんの参考になれば大変嬉しいです。はい、カバン西カバンではカバンの中身という企画で協力してくれるゲストの方を募集しております。あの顔出し OK な、 OK な方、 LG な方、全然どっちでも OK ですし、声だけの出演をお願いしたいのと、あとカバンの中できるだけね、あのいつも通りのカバンの中を見せていただきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。というわけで、カバン西カバンの休日では楽しくわちゃわちゃと動画投稿しております。皆さんの気合の入ったコメントのこもった、心のこもったコメント、そして気合の入った高評価、そして愛のあるチャンネル登録、それが私たちの励みになります。よろしくお願いいたします。お願いします。あと質問も募集してますんで、お願いします。はい、質問ください、ください。では締めよう。はい、それでは本日もご来店ありがとうございました。またのお越しお待ちしております。バイバイ。